皆さんこんばんは、今週も始まりました煮え切らない木曜日投げっぱなし、これがラジオウェーブだ。うざいわあんたの動き、もうこの動きが何も喋ってないって、まだもうすんごい目に入ってくる、目に入ってくる、すーごいしかないってくる、まだ何も喋ってないのにうるさい、すごいね、すーごいうるさい、うざいっすか、うざい、ごめんなさい、じゃあうざいじゃない、うざいじゃない、うるさい、うるさい、すごい、一回ごめんなさい、一回、はい、はい、本日はもう初っ端からいらっしゃいます野中美智子さんです。どうもはじめまして、皆さんこんばんは、野中美智子です。絶好調にぶっさいくっすね。どうもイエーイいや、このご時世ブスいじりしないんすよ。もうなんで、もうなんか世の中がそういういじり方やめようみたいになってて、こっちも仕事なくなりますよ。なくなってないの？いや、なくなってないですけど、まだいや、この先なくなんじゃねえか。なくなったら言ってよ。なくなる前、そんな何そのリスク回避みたいなアホちゃん、あらかじめね、アホちゃん、あらかじめやっぱ自分でちゃんとやっとかないといけないもんね。そんな散歩先のことなんか分からへんやろ。そうですね、今を進みましょう。そうやろ、はい、そうです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 、はい、お邪魔させていただきます、はい、よろしくお願いいたします。ガミです。わーとかいやでも長い、はい、そうそうそう、あーそういうの入るんですかね、okay、です、入ってる、入ってる、そうやね、いや言ってくれんねん、おーおー、なんか言うたら言ってくれはん、あ、ほんとだ、はい、じゃあ、あの、じゃあ、あの、ちょっと自己紹介的な、あ、じゃあ、いつもやってる自己紹介、ウェーブでは引かれるかなと思ってやってない自己紹介あるんで、はい、え、そうなんですか、そんな引くのいや、なんか、受けないんじゃないかなと思ってやってないやつあるんで、それやっていいですか、いいですよ。どうも、顔をいじるアイドルよりもキャラをいじられるブスがいい、愛知が運動しゃべりゼニゲバどうもの中美智子です、よろしくお願いします。自分でブス言うてるやんいや、これブスって自分で言った方がいじりやすいじゃないですか。あ、いや、だから私は多分さっきほんまに 100m 先のあんたのこと分かったもんブスあるって。じゃあ、ガミさん、ブスレーダーがすげえの、ね、ブスレーダーすごい、すごいのよ、もうすげえブス入ってきたら、今やいつもブス、あ、ブスって言うじゃないですか。うん、もう何だったらちょっともう気づいてるってことですよね、私がちょっと先まで来てることに気づいてる、そういうことですよね。で、なんならなんかほんまにみんな、え、ブスって言ったらあかんと思ってんねんけど、なんか、いや、ちょ、ブス早く来てって言って会場で言うやん、言いましたね、みんな笑うわけ、若い子が。で、え、なんで笑ってんの、だって野中でブスやんって言ったら、うん、失礼ですよ、いやいやいや、なるほど、ね、いいのよいいのよいいのよ、だって野中やでっつって、若い子にはその免疫がないってことですよね。ね、ちょっとやっぱブスって言っていけないみたいな、ほんまに申し訳ないけど野中ブスやでいや分かってますって中身先生、反応しないですよ、ほんまに大丈夫、じゃあ野中ブスやねんけど、もう反応する時期も越してるよ、私こっちは本気のこの子には絶対言うたらあかんなと思う、あ、なるほどね、いじれないブス、いじれないブスってもう殻にもならんようなブス、はい、あ、いやいやいや、いらっしゃるじゃないですか、はいはい、たまに100万人1人ぐらい、その人にはブスって言いませんよ。あ、それはね、それもレーダーで分かる。なるほどなるほど、あの、いじったら あかんブスやなっていう。そうなんで、これガミさんみたいに真似して愛のないブスいじりしてくるやついるんですよ。そう、これがダメなんですよ、それがあかん、やめてくださいね、マジで。あ、ガミさんとかは愛があっていじってくれてるから、ね、こっちも選んでたよって言えるんですよ。そう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 、なんかそれに乗っかって言ってくれる、もう勘弁してほしいやろほんまにほんまに勘弁してほしいね。それブスだけじゃないからね。あのね、関西人一括りでそれされるからね。ああ、嫌だな。関西でしょ。関西ですよね。名古屋でしょ。関西でしょ。ああ、そういうこと。ノリがね。お前何を求めてるの。私お出汁そんなに良くないよみたいな。もうめっちゃ言われる時があるから、もううざいわ。で、お前どこやねんって言ったら、煮え切らへん、岐阜とか、ね、だけど名古屋とか、その東海、何ギリ東海、私どこ、こ日本地図でどこらへんみたいな絶対こう地図でパズルあっても一発目に行かれへん、絶対行かないです。そうそうそうです、35ぐらいですよね。はい、はい、あ、はい、今日はね、嬉しいです、初めてこれ、なんかみんなすごいやってるじゃないですか、うん、毎週やってるんですよね。毎週やってるよ、ね、毎週やってるって、毎週やってるよ、ちゃんと、はい、でもなんかほんま最初の頃は木曜日にじゃあ情報発信しようねって、はい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 、木曜日情報発信の金曜日リリース2週やってたけど1回もできてない。大丈夫、1回も。何回目ですかこれ始まって。知らんそれもう追っかけてない、もう何回目だか知らんもん。何ヶ月ぐらい、半年ぐらいはやってる。やってますよ、ね、やってる。10月からやから、いや、半年やってるじゃないですか。ちょうど半年ぐらいやって、私大晦日までやったからね。すげえ。コロナ木曜日だったってことですか。大晦日木曜日で、いや次の試合なんで、あ、そうか、1日試合やから、
試合なんでって言って、いや私試合の前に富士山見に行きたいんでって言って、もう引き止められててんけど、いやもう帰りますよ言って帰った帰った大事っすよね、大事大事、富士山、今年富士山行ってないねん、行かれへんかったん、結局誕生日も行かれへんかったん、じゃあ次なんだろう行くタイミング、もう富士山メッセ大会も組まれへんし、そういうね、地方もなかなか行きづらくなってますね。だって本当に1年前にコロナがビヤーって広まって、もう今1年前の今ぐらいってもう意外と、私0円生活やってましたね、やってた、懐かしい、めっちゃやってた、すごいなあれ、めっちゃやってた、もうほんまに0円2週間いけた、いやすごいわ、いやそんだけ食材があったのよ家に、あそもそも、そもそもストックもある程度あった上でってことですよね、ストック癖すごいあるから、へえ、ちゃんと料理してるってことですもんね、ガミさんとか、マヨネーズ1本になるやん、はい、使ってるものがあるやん、はい、あはいはい、それ1本皿のやつあんねん、なんかあのドレッシング も決まってんねん、キューピーあのテイスティードレッシングのイタリアンやねんけど、はい、イタリア好き、私も好き、はい、あれが封開いたらもう1本あんねん、あなくなってきたなじゃなくて、ない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 、開けたらもう1本、開けたらもう1本ないと嫌やねん、うわそれすごっ、あかんねんあかんねん、もうパスタなんか、パスタ小麦粉アレルギーのくせに好きで、パスタなんかもう、もうママスパゲティでいいのね最近、もういいねん、もう高いのいらんねん、はいはいはい、ママスパゲティでいいんだけど、ね、あれも一袋開いたらもう次のやつやねん、だから私今世紀末が来て、はい、あのゾンビの世の中になっても、はいはい、もう外出れませんと、意外と生きれるよ、おお2週間ぐらいは最低でもいけるってことですよね、いやもっといける、もっといける、ね、水の備蓄もある、私1個もないっすわ、まず自炊ゼロなんで、自炊せえへんの、はい、1ミリもしないっす、死んでます、あの台所死んでます、水なんてどんぐらい流してないか、ブスやわ、いや関係ない、ま、生活もブスマジで、マジでほんと1ミリもしてないです、何食べてんの、いや外食っす全部、あんた今死んだらな、あれやで2週間ぐらい腐れへんで、防腐剤だらけ防腐剤だらけ、言われるめっちゃ、ほんまにそうやで、めっちゃ言われます、あと40歳になったら絶対に、うん、差し歯になるって、あ入れ歯になるって言われます、あもうそれ、あ私は25ぐらいから入れ歯で、いやそれは別の理由ですよ、別の理由で、私単純にそういうのが多すぎて、歯がなくなるよって言われて歯医者さんに、だ最近は Uber Eats もしくは帰宅に途中に何か買う、どっちかです、もうか飯食わない、これです、ほんとどんぐらいやってないだろう、年明けてからは確実にキッチンに立ってないです、いらないです、キッチン次の部屋探しからもうキッチンいらねえって言われて、うっそ、私めっちゃキッチン超重要、めっちゃしますもんね、めっちゃ重要、すごいっすよ、めっちゃ重要、ほんま重要、いいなぁ、めっちゃ重要、そういう女子に育ちたかったっすわ、もうウーバーみっこやから、あのいやたけのこご飯作って、はい、多いのよ、たけのこご飯とか作ると次の日大川さんに事務所持っていくもん、優しい、いいな、そういうの欲しいです、近く引っ越そうかな、いやいや全然作りますよ、本当ですか、はい、意外と OK 出た、全然 OK ですよ全然作る、全然作る、私人にご飯作るのとかすごい好きやもん、まあ、その気持ちが分かんないんですよ、なんで人にご飯作ってあげる楽しさとか嬉しさとかが分かんなくて多分やめたんですよ、一人前のご飯作るより一緒にご飯なんかついでに作る方が楽しくない、そうですよね、きっと安上がりですよね、うん、結果一人分作るって高く作っていい、一人分も三人分も一緒、はあ、もうそれが分かんない、一緒一緒、その感覚がもう分かんないんだよな、あそうなんよ、そうなんですよ、本当にやんないんで、なんかたまにこう乾麺の差し入れとかいただくじゃないですか、うどんどっかのうどんだよみたいな、うん、もういらねえと思いながら、くれや回せやこっち次はもうこっそり回せや、私本当いらないですからね。そうなんや。調理系の差し入れは本当いらない。あでも何完成形が欲しいの？完成形だったらいくらでももらいます。なんか手加えるとかもう火入れるもちょいと嫌っすわ。うちらやっぱこういう職業してるからあのね弁当系もらうのよ。あはいはい、まあ、完成形ってことですよね。こないだ天丼もらったんですよ。天丼。あの、いいの小倉由美さん。昔のレスラーの大先輩の小倉由美さんが今天ぷら屋さん、ちょっと高級天ぷら屋さんやられてて、はいはいはい、ランチタイムに天丼だけやってはんねんけど、うんうん、めちゃめちゃ美味しいのね、わあの生卵の天ぷらがあんねん、
生卵の天ぷら、うん、生卵の天ぷらを、生卵だから割った卵あるやん、はい、あれを天ぷらで揚げるやん、はあ、まあ、多分お粉とかつけてるの分からへんけど、はい、あ、お粉、粉つけてるな、揚げるやんか、半熟やんか、はい、天丼、まあ、エビとかビャーって食べるやん、最後にその卵ピッて割ったら卵かけご飯やん、うえー、めっちゃ美味しいから、うまそう。大森の天福さんと、天福ですね。大森ですか。大森、お、天福というお店ですね。めっちゃ有名ですね。お、ちょっとぜひ、はい、調べてみます。美味しい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 、でその天福 の、 あの天丼もらって、そう、伊藤かおるちゃんがこの間、ガミさんハラス食べれるって言うから、うん、食べれるで、これな美味しいから、これなガミさんに、これな大岡さん誕生日やったやろ、はい、これ大岡さんにっつって、優しい、あんた優しいな、優しい、めちゃくちゃ優しい、やろ、優しいからまた出してなっつって、お前僕ワイロかっつっててめえワイロかっつって言って、久々にね出てらっしゃいましたね、この間もね。そうなんですよ、そうなんですね。だからこう弁当結構ね被る時あるから渡すね、じゃあ、いや弁当マジください。ああそう、お願いします。マジでそんなに、本当にそんなに、本当に料理しないんですよ。え、じゃあの金子さんのおにぎりとかめっちゃ嬉しい。嬉しくてしょうがないです。そうなんや。一旦、まあ、みんなねこう差し入れいただいた後にこう配ってくれるんですよ、使ったとかがね、うん、これいりますかみたいな、うんうんうん、でやっぱ一応スタッフ側なんでレスラーさんをこう優先して、うんうんうん、もう見回して、あ、もうみんな行ったなみたいな時にちょっともらうわっつって、あ、そうやの、そうなんや、ありがとうありがとう、いい2個でいい2個でいいって言いながら2個もらって帰って。マジで知らんかった。そうなんですよ、本当料理しないですね、多分もう、そうなんや、しないですね、今後何かが本当にないと。でも何かってもうないで。そうなんですよ。いやもうこのコロナ禍で何か、これ以上の何かって、もうなんかあの生物兵器で全員ゾンビになるとか、とか本当そういうことしか、もう非現実的なことがない限り、多分本当に作るっていう生活を送ることは一生ないと思います。ないの、そうなんや。炊飯器とかもないですし、もう捨てました、あの引っ越しの際に、もう使わないじゃんってなって、え、邪魔じゃん、じゃあいらないじゃんみたいな。まあ鍋で炊けるからな、なんかその発想もないですし、料理しないから、炊飯器ないからご飯炊けないの頭です、もう。そうなんや。そう、だからダメ女っすよ、マジで。ブスやし、ブスな、いや、ほんとっすよね。ブスならせめて料理、料理ぐらい。いえ、そうなん。そうなんですよね。ほんとこれはね、もうほんとに。私の炊き込みご飯好きやねん。はい、あのないっすよね、炊き込みご飯結構好きで、はい、1合だけ炊く炊き込みご飯ってすごいめんどくさくて、ほう、まあ、炊飯器入れりゃいい話じゃないけど、はいはい、そのために炊飯器を稼働するのがすごく嫌で、最近編み出したのがあの孤独鍋の土鍋あるやん、はいはい、一人用みたいな、一人用のあのちっちゃい鍋にこれで炊こうと思って、ほう、それで鯛めしとか炊いてるよ。うわ、めっちゃ美味しいよ。すげーな、鯛めし。そんでめっちゃ美味しい。いいな。この間ホタルイカご飯とか食べた。作ったもん。どういうご飯？ホタルイカの炊き込みご飯できるんですよ。もう想像つかないっす。飯作んないし。そうなんや。はい。残念な生き方してきたな。そうなんです。まあそっか。お母さん喫茶店経営とかしてんのにな。そうです。お母さんのご飯は美味しいですよ。あんたんちのお母さんの鉄板ナポリタンとか美味しかったで。めちゃくちゃ美味しいんですけど。美味しいよね。ま、スーラータンメンとか美味しかったよね。美味しかったですよね。本当美味しいんですけど、全くもう自分は1ミリもですね。これはもう上京してからほとんどなんで、もう15年ぐらいこの生活と言っても過言ではないです。はい、野中の15年間をね、セキュラーに聞く前にペラ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 、ほんまにペラペラ、ペラペラ、1曲目いきましょう。キリさんで、キー違う、何だっけ、 Life is like Freeそう、キリさん。Free like a bird, free like a bird, surfing. Free like a bird, free like a bird, free like a bird, surfing, surfing.
はい、お送りいたしましたのが何だっけ、Life is Like ですね。はい、で、キリさんで Life is Like でした。これ何？前説の曲？そうです。これが鳴ったら前説が始まるっていう前説曲ですね。あの岡さんが新生ウェーブが始まるときに、うん、ちょうどキリさんが新しいアルバム出すタイミングで、あ、そうやったね。そうなんですよ。でその曲から全部選定しますって言って、うん、大岡さんが選んだやつです全部。あ、そうなの。本当はこれと休憩曲とエンディング曲とエンディングアナウンス曲って最初大岡さんがちゃんと選んでるんですよ。知らん。今なあなあになってますけどね。知らん。なんか休憩ないし。私が音響やるときはちゃんとやってますよ。いや、あんた音響やることないもんね、もうあんまり。地方だけですね。地方だけやもんね。うん、へえ、そうなんだ。そうなんですよ。大岡さんがすごい多分いろいろ聞いて迷ったんだけどこれにしたんだよねって言ってた。はい、でインターの曲はありがとうです。そうですね、もうありがとう。あれ あれは一生使われるでしょうね、まあ、あの曲いいよ。いや本当に、いや聞いてほしい。 YouTube に載ってるんでぜひ。ほんまにあの5月13日にキリさん出ます。あ、歌ってくれる。 あかん、いや歌うのやめよう、歌うのやめよう、歌うのやめよう。でも流してもらいましょうよ。ありがとう。 あれはいい歌、あれいい歌、あれいい歌。曲はぜひね、あの私のリンガアナウンサーの師匠ですね。はい、はい、そうですね。なんで楽しみにしててください、はい、ちょっとあの来てます。あ、本当ですか。ありがとうございま す、はい、ます。嬉しい。野中さんの中で一番心に残るシェアなんですか。はあ、いや難しい。でも私思ったんですけど試合数一番見てますよね多分、数で言ったら。うん、だって神様言うて全試合をちゃんと見てるわけじゃないですか。私は引退してからはまあまあ見てるけど、まあまあ見てますよね、うん、だからやっぱ多分圧倒的に見てると思う。あんたとトミーさん。そうか、トミーさんか、うん、そうですね。でも私とトミーさんですよね多分。ネモちゃん映像のね、映像の、映像のネモちゃんも見てるわこの3人じゃないですか、うん、やっぱね、まあ、それぞれにやっぱあるんですよ。思い入れのある試合だったりとかはあるんですけど、これでもねずっと言ってんのが、うん、ガミさんが大阪でやった試合で、私何回も多分言ってると思うんですけど、マグニチュード岸和田さんとやったシングルマッチ、はい、桃色ウェーブかな、うん、いやでもなんかそんな名前ついてたんですよ。桃色じゃなかったよ。え、本当ですか。絶対桃色感ないもん。ちょっと調べてみよう。でもなんかそのシングルが、うん、強烈にやっぱずっと残ってるんですよね。結局今もすぐ出てきました。私だって現役で、あ、お父さんお母さん見に来ててん。はいはいはい、はい。さすがにちょっとお父さん心配されたみたいで、あ、大丈夫かって初めて言われた。え、初めて。ママやってきた中で初めて。初めてやなと思って、え、うん大丈夫やで、何がって、いやいや結構めちゃめちゃやられとったでって言うから、あ、うん大丈夫やでって言って。あ、いやすごかったんですよ。いや、あれ、いやあれはすごかったね。そう、あれこそガミさんの真骨頂だなって思った試合だったんですよね。っていうか、ね、私女の子なんですけど分かってますっていうそう、女として見てなかったですね。見てなかった。本当一レスラーとしてシングルマッチしてましたよね。 それすごい嬉しいことやねんけど、ね、なんか岸和田兄さんって意外と女子と当たるときそんなこともないのに、お、なんか普通に女子と当たってはるときとかいっぱいあるから、はい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 、なんか違う様子がおかしいなって。バッチバチでしたもんね。はい、ゴリゴリでしたね。ですよね、はいはい。でも私なんかこれでガミさんがやられてもやられても立ち上がってる姿見てめちゃくちゃなんか響いたんですよ。うわすげえみたいな、いやガミさんってすげえんだなみたいななって残ってるんですよ。あれだいぶ前ですよね。10年近く前ですよね多分。10年いかないですか。経つかも。経ちますよ多分。立つかな、立たんかなぐらいかな。2000、うん、そうやね。引退する年に、あ、岸和田兄さんにお会いした時に、うん、引退する年じゃない、もうちょっと前だけど前ですよ、ね、お会いして、姉さんなんで引退するんですかって言われて、はい、いやいやいや、もう引退して金儲けしたいんやわっていう会話をあのねしてた方がいいから、ね、全然引退するより多分数年は前ですよね。2、3年前ね。うん、24時間プロレスやった後に、懐かしい、あの大阪やったの時にシングルやってもらってるはず。懐かしい。24時間プロレスアホなことしてたな。いやあれ私が一番しんどかったですよ。誰もフューチャーしてくれんと。知ってます、私だけ一個も休まず全部やったんですよ。あんたとトミーさんじゃん。トミーさんはどっか一個休んで、休んでんのか。そう、私全部数えたら137コールとかだったんですよ誰も何も言ってくんなくて
ね、そういうの言えば。いやいや、誰もなんか皆さん本当頑張りましたって言ってる中に入ってない、いつも。そういうの言えば、ちょっとあんた、ちゃんと言おうかな。言いいよ、言わな気づかんもん。そうっすよね、うん、まあそらそうっすよね。一人で勝手に111コール目みたいな。そう、あ、そんなコールしたの。してましたよ。知らん、私はもう一生一生あれですよ、新木場に出て2回ぐらい、2、3回シャワー入ったもん。え、新木場のシャワー。あ、あーでも入ったことはないな、多分新木場ので、もう一番絶対にものすごいこう長丁場や、マニジュールだから、もうすごいんですよ本当に。これはコーヒー買いに行かれへんと思って、おポットとコーヒーメーカー用意して、そんなんですか。もうめっちゃ用意してた、控え室に。いやー、絶対にも頼むと思って一人で戦ってましたよ。誰にも何もない、ね、すごい思い出残ってたな、はい、やってたな、まあ、でもやっぱり結局心の中に残る試合は、まあ、たくさんあるんですけど、やっぱりガミさんとマグニチュードさんのが超えないっすわ結果。あ、そうなんや。もう今パッとすぐにやっぱ出てくるのがあれ、はい、赤鬼じゃなくて。いや、そのある意味残ってんすけど、心の中に残るかっつったら残ってないですよね。私なんか田中に宮崎がオファーされるたびに赤鬼じゃなくていいのって聞いてるやんか今。いや、あれはもういいです、大丈夫です。これなりますね、大丈夫です。あの季節は本当に赤鬼大好きやねんな。はい、次いきます。はい、ありがとうございます。コメント、ゴリラさんからです。いつも前説やアナウンス楽しませていただいております。野中さんがリングアナになったきっかけを教えていただけますか。はい、きっかけですね、はい、もともとですね、私あの役者というか、うん、まあ、女優さんをやっておりましてですね、うん、そこで大岡さんが長期欠場に入られた時ですね、JD で怪我して、はいはいはい、JD が亡くなって長期欠場になりますって言った時に、はい、大岡さんと一緒の劇団に入ってたんですよ、吉本興業の。へえ。いや、そう、本当ですか。トラッパーっていう。あ、トラッパーってあったなんか、はい、で多分大岡さんが T シャツ作ったもん私。あ、そうなんですか。トラッパー T シャツあったやろ。はい、いろんな色のやつ。うん、あれ私やです。あ、そうなんですか、知らなかった、はい、初めて知った。で大岡さんがその欠場中も無駄にしたくないってことで舞台に出るってなって、うん、で大岡さんと一緒にそこで出会ってんですね、うん、でも私その時に大岡さんが膝の手術後とかで稽古来るんですけど、膝痛すぎてトイレで泣いてて、うん、泣くの、あの女。泣いてました。もう痛すぎたんだと思います本当に。へー。だってそれ見ちゃって気まずくて、なんか泣いてる大人がみたいな。その時17歳とかなんで。もうええ大人やな。もう大岡さんええ大人や。ええ大人や。ええ大人や。大丈夫ですかって言った記憶を覚えてます。へえ。それで同じ役やったりとかして、でなんか、なんか可愛がってくれてて、である日その元 JD の元プロレスラーの丸さんと斉藤恵子さんと OK っていうチームだったんですけど、その方が、ロフトプラスワンでイベントやります、うん、ちょっとみちこ MC やってよ、うん、あ、わかりました。でみんなが登場するのに、うん、ちょっとリングアナ調でやってみなよ、うん、みたいなノリ。あで、あ、じゃあやってみますなんつってそれっぽい感じでやったのを、うん、たまたま映像班の H さんが見てて、うん、スカウトしてくれたんですよ。そうなんや。そうですよ。で多分 H さんがガミさんと岡さんに言ったんですよ。あの子若いし、うん、ちょうどキリさんも歌頑張るってなって、うん、ちょっとスケジュール合わないかもしれないってなって、うん、ちょっと声かけてみたら、うん、って言って、私は岡さんに呼び出されて、うん、初めてそこでガミさんと下北沢でお会いして、そこでリンゴアナやらへんってガミさんが言ってくださったんです。それはな、全然覚えてないよ。そうなんです。全然それあれやろ、あの潰れたお好み焼きめっちゃ美味しかったとこ。あんた若いからヤンゴーっていう大会をやるから、それのレンディングアナになってくれってなったんですよ。へえ。でそれまでに慣れた方がいいからって言って、インフォメーションコーナーを私とやろう、うん、で2008年の11月ぐらいに一緒にインフォメーションコーナーやり始めるようになったんですよ。あ、じゃあ旗揚げし1年ちょいやね。ちょいです。で私1周年普通に見に行ってるんですよ。あ、そうなんや、はい、人生で初めて見たプロレスが木村京子対ガミなんですよ。旗揚げ戦の1試合目なんですよ。あ、はい、がもう人生の初めてのプロレス。へえ。でもその時初めて見たもんだから、であんだけ稽古中に膝痛がってた大岡さんがめちゃくちゃ膝攻められてて、私大号泣しながらプロレス見てたんですよ。ぶっさいくやな。ぶっさいくだったと思います。今じゃもう普通にこうやって見てるのに、当時へえ。大岡さんとか言いながら見てて、まあそんなのがあって
から2009年の3月にデビューしてます。あ、そうなんや。でもそれヤングオーですよ。覚えてない。だからもう12周年迎えましたよ、この間。全然覚えてない。12周年やばくないですか。いやいや、もうウェーブが14年持つことがやばい。そうそう、1年で終わる。年越せるのって言うてたやつらがやで。毎年言われてますもんね。毎年言われててやで。もうあのいろんな事件が起こってやで、大量離脱があってやで、散々な時もうあかんやろ言われてて、うん、もう14すごいですね、それも本当に。でも結構見てきてますよ、だから歴史ね、割と見てると。そう、はい、辞めていく人も新しい人もいろいろ割と見てるはず。出たり入ったり出たり入ったり出たりを見てるよね。はい、いい感じの距離感でずっと見てます。まさかトミーさんが所属になると思う。いや、それはびっくりしました。うわーみたいな。ここでほんまに固めるみたいな。もうお前らええ加減諦めろやって先輩に向かって、ね、大先輩に向かって、もうなお前ええ加減諦めろや。そうそう、そんなあれがあったんだね。安定求めんにやったらどっか所属しろっつって。まあね、確かにね。まあだからそういうのがあって、リングアナウンサーになりました。なるほど。はい、スカウトですね。だからスカウト、ね、まあ、きっかけは岡さんとつながりはありましたけど、ね、でもな、何事もやけど、もしその時に、はい、H 氏に見染められへんかったら、はい、なかったわけやんか、うん、そうっすよね。なかったら何になってたのって思ったら、はい、ちょっとビビれへん。ビビります。怖いっす。多分まだ小劇場のやってたと思いますよ、本当に。あまり売れてない女優さんで、うん、あまりとかじゃないですね、売れてない女優ですね。名もなき女優でチケット未だに頑張って売って売ってプラ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 ってして、キャバクラでバイトしてやってたんだ。やっててですよね。はい、いや本当に、まあ、そこでこうガミさんと出会えたのももちろんなんですけど、やっぱ自分のそのキリさんってリンガーナのお師匠さんに出会えたことがもう人生、うん、本当に。あのおばさんもなかなか厳しいやん。めちゃくちゃ厳しかった。めっちゃ厳しいやろ。あの世代めっちゃ厳しいやん。挨拶とか厳しかったです。ほんまにめっちゃ厳しいな。はい、本当に厳しいな。あのババアももう本当厳しかったです。今優しくなりましたけど、うちらはほんまにあの人がおらんかったから、私と大岡とあのまああの T しかおらんかったから、はいはいはい、おーよーってリーゼントなんで ね、 T しか、私もまだ関わってますからね、入った時ました。え、 T 入っておった。全然いましたよ。た、はい、で T やったやん、はい、であと H 氏と、まあ、ネモちゃんと、ネモちゃんも最初からいますもんね。牛ちゃんとトミーさん、キリさんも最初からいますもんね。キリさん、はい、で、まあ、こんなもんやってんやんか。でもうなんかあのとりあえず外注しかなかったから、うんうん、はいはい、発注ばっかりで、はいはい、もう外の人ばっかしか呼ばれへんから、うん、もうなんか周りだけそのなんていうのこう要はハードディスクは Mac にしようみたいな。あ、はい、すごいわかりやすいですよね。あのね、はい、ね、ハードディスクは Mac にしようみたいな、はいはい、ちゃんとちゃんときっちりしましょうよ って、うん、それずっと言ってましたよね。 それはもうそうやったの。レフリー、リングアナ、はい、映像はもうプロにしよう、はい、もうお願いからプロにして、一流にして、はい、してでも後のこっちのレスラーは育っていくもんやから、もう何とでもなるからっつって、うん、なるほどなるほどって言って初めて14年も持った。すごい、いやすごいよ。だからスタッフの入れ替わりないっすもんね、逆に言うと。そうやね、 T は辞めたけど。いやそれも忘れ、みんなの中でも忘れ去られてる。え、知らん人多い。あ、いやまあそうっすよね、知らん人多い。で結構初期で離れましたもんね、言うて 2,3 年ぐらい離れたわけちゃうからね。あ、しか切ったからね。ファイヤーやからね、あれ。やめて、ファイヤーね。ファイヤーですよ、ビッグファイヤーね。ビッグファイヤーですよ。やめてもらっていいですかっつって。懐かしい。うわ懐かしい、ほんま懐かしい。だってレフリーとレスラー以外は全部やりましたもん。それこそウェーブに練習生がいなくてスタッフさんもいないから、受付やったりもぎりやったりグッズの管理したりグッズ並べたり選手の、そんなんやってた。全部やってましたよ。え、受付もやったの。やってますよ。え、知らん。え、結構ずっとやってましたよ。知らん、知らん。私受付やって照明とか言ってましたからね。何でもできるね。そうだから誰よりも早く会場来て誰よりも遅く会場帰ってました。へー、本当練習生です。今意外と遅めに来てさっとっと浮かるやんか。それはいいじゃないですか。もう12年やってたら、もういいよ、もういいよ。若い子たちもいますし、若い頃から、そうそう、若い頃からいなかったやります。若い頃からそうなんです。だからちょっと塚田が入ってこなかった時ちょっとドキドキしてましたよ。言ったら野崎さんが一番下っすよね。そうやね、歴で言ったら私の方が全然若いから、私もしかしてあれこれ戻ったと思って
またこれバスの点呼とかすんのみたいななってました。なるほど、つかたありがとうみたいな感じですよ。つかたいいですね。いや助かりました、助かりましたね。一番下っ端になるところでした。またですね、10年ぶりに。ほんまに危なかったですよ。ほんまによかった。いやよかったよ、力入ってきて。つかたありがとう。いやそう、まあ それだけじゃないよ。力入ってきてよかったのそれだけじゃないからね。もちろんもちろんもちろん、それだけじゃないよ、それだけじゃないよ、はい、いやいやいや頑張ってんすよ。本当ですよ、本当に、実は明日急遽初他団体明日参戦が決まり、そんな急遽決まるもんなんですか。いやびっくりした、急すぎたすごいですね。いくで、発表したんですか。発表されてんのかな、分かれ頑張って塚田はい、しかも東京じゃないですよね。大阪のこれがプロレスに、あそこ行かれるんです。意外ですね。そう、急に声かかるもんなんですか。急でした。なんだろう、急やなって言って、ほんまに 2,3 日前に来て、でいや急すぎてびっくりしたけど、まあ分かった、一応スケジュール空いてるらしいで、って、いつもこんなんなんって聞いたら、すいませんこんな感じですって言うからあーそうなんやあでも頑張ってほしいですね。まあね、うん、いやなんか練習を、私練習はいっぱいしてほしいねんで、はいはい、でもほらうち道場もないし、うんうん、練習そんなに環境整って限られてます、はい、でも私 あの基本練習を10回やるより試合一発やった方がいいのよ、はい、経験値的に。役者さんもそれ言いますからね。あそうなんや、はい、100回の稽古より1回の本番って言いますからね。あそうなんや、はい、だからやっぱりなんかもうほんまに無理くりなところから急にオファーが来てもいけるって言ったら、行けますって言ったらもう行ってこいっつって、うんうんうん、だって練習するのに交通費かかるだけでお金稼がれへんけど、うん、試合出たら経験値稼げるしお金稼げるし買うれんのよ。あとうっかりねポートレート売れんのよ。いいことしかないっすね。そうやの、だから行けよって話なの。そりゃそうっすね、行かない理由がないですよね。貸し渋りする団体さんたまにいらっしゃるんですよ。いやちょっとっつって、いやまだまだうち何もできないんで、いやだからできへんから出せやとか思うねんけど、あまあそれはいろいろあんのか。そうでもうちはすいません何もできないんですけどいいんですかって言って、ちゃんともう先にもう今ならバリューでいいですよっつって、バリュー価格でいいですよっつって。めっちゃ高くかかるんじゃないですか、そんな言ったら。結構ね、実はねもうかかってる。おー素晴らしいですね。なんならあの広田抜いて、結構多団体数多くなると。おーめっちゃいいじゃないですか、うん、もう結構来てるんで。今香る時期ですしね、とにかく、はい、そう、もうとにかくね出ればいいんです。おあのリングの上に立ちゃいいんです。おーかっこいい。お客さんに見られりゃいいんです。そしたらもう変わるから。あそうなんですね。そう試合数でほんまに人間がもうレストラー絶対変わるから。すごいっすもんね。すごい。つかた頑張れ。頑張れ。できるできる。ババやけど、ババやけどできるよ。いや、そんなババじゃないですよね。25? あ、意外と意外とっていうのもなんかあれだ、ね、そう。あれ、隠す年齢って言ったら、別にって言うから、もうじゃあ行こうかって言って。隠しても面白かったですけどね。あ、25か、そうか。うん、まあでもまだ若いし、まあ今あんま年齢あんま関係ない で、ね、昔はなあれやったけど、逆に今はね若い子をポンって入れるとその若い子が若すぎて、はい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 、18、7とかってことですか。15、16とかそこら辺の子は若すぎてちょっと体の成長についていけないことにのとかも あるし、あとやっぱり何やろ、何も経験してない真っさらなわけやんか、うんうん、でこんなこういうねちょっとアホみたいな気違いの業界にポンって入れられたら、はい、わけ分かれへん、うわーってなっちゃいそうですよね。そうなんかこれを言う、この人言うてることが正しいと思ったらもうその人の言いなりみたいな。だからなんかやっぱりちょっと経験してきて入ってきてくれた方がまだええんかなって気はする、うんうんうん、なるほどね。うん、ゼロベースで入ってるのもいい、もちろんいいと思いますけど、いいけどなんかどっちがいいんかな言うたらどっちか分かれへんもん。なるほどね、まあ、育てる側の意見ですよね、うん、それはね、うん、本当ね、もう頑張ってほしいですね、マジで。まあ根性だけはあるからね、あの、いや根性大事ですよ ね。もうすごいブッサイクな顔して泣きながら練習するね。すごいブスやね、でもちゃんと練習するんですね。練習はあのね、なんかもう褒めたくはない、私基本褒めへん人やから、ね、はい、褒めたくないねんけど、今まで見てきた新人さんの中で、
でけへんかったら、はい、もうでけへんから終わりってバサって、私結構バサって切んのよ、時間もったいないから、はいはい、バサって切んねんけど、すいませんもう一回だけお願いしますっておかわりする子。へえ。おかわりすることおらんかった今まで。もう一回やらせてください、すいません、できますみたいな、もう一回だけお願いしますって言って、ででけへんかったら諦めるし、ちょっとでもできたらもうすいませんもう一回だけとかして、さらにおかわりする、おかわりする、おかわりする、あ、なんかそれはなんかもう最初の頃からおかわりを、あ、なんかおかわりする子なんよと思って、めっちゃいいじゃないですか。へえ。でもブスやで。なことないです。いや、泣き顔見てみ、ブッサイクやで。もうでもそれがまた、もう勘弁してくれよ、また泣いとるわとかも、いつも。応援したくなる。でもあんなにビービー泣く子も初めて。逆に。長浜なんか全然泣けへんかったもん。ああ、確かにあんま泣いてるイメージなかったね。なんかどっちがいいか分からへんけど、あつこだって、そんなになんかめっちゃ根性座ってて、あ、しっかりしてさえのに、お泣くねんやと思ったら、気が結構、こう強いっていうかきついから泣くんじゃないですか、悔しくて泣くんじゃないですかっていう、はいはい、できない自分に対してみたいなことですよね。そう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 、あ、でも悔し泣きだったらいい涙ですけどね、きっとね。まあ、女優やから分からない。いやいや、そこで泣かないでしょ。私はあんまり人のこと信用せへんことにしてる。練習で疲れ、頑張れ頑張れ。はい、次いきます。野中さんはウェーブのリングで恥ずかしがためされましたが、感想はどうでしたか。いや、もう恥ずかしかったっすよ、あれは。あれすごいですね。いや、あんまりされへんから。そっか、そっかっていうのも。いや、私ほんと多分ひろたさんが引っ張って多分リング入れたんすけど、ほんと嫌すぎて相当な力でひろたさんを引っ張ってたらしくて、私でもあの瞬、あの日照明をパンチさんに代わってもらったの。そうだ。で恥ずかしがためパッて開いた瞬間にピンスポやって、もうあのセンスがすげえと思って、すぐ LINE 送ったもん。ナイス、ナイスセンス、さすがやな。ありがたかったっすわ。あれ面白かった、あれ美味しかったな。ありがとうございます、本当に良かったっすよ。なんかでもすごい恥ずかしかったっすね、全てを見られてる感じがしちゃってね。いや、あれ恥ずかしいっすよ本当。まあ、あれは富山がやるからやれへんからね。富山さんで、富山やらんし、やらんかな。マーベラスのリングアナウンサーのマキさんも多分やらんと思うし、やらなさそうだな。JWP のリングアナの若い子は若いからでけへんし、そうですね、まだ二十歳いってないかったらいけないですよね。ね、ですよね。よかったね、ブスで。いやいや、そのブス褒められるとこじゃないです。ブスよかった。ありがたいです。また、はい、ぜひ機会があればぜひ。もうないで。はい、次いきます。ナミさんにとって野中さんとはどんな存在ですか、ぜひ教えてください。ブスです。いや、もうそれしかないのよ、それを求めてたでしょ。逆に答えも出てるからね、はい、出てるよね。はい、ナミさん、野中さん、こんばんは、はい、野中さんのリングアナウンスで、あ、閉まったという時ってどんな時ですか、あれば教えてください。私はもう鮮明に覚えてるのが、あのうちは、あの結構あの西と東で試合をするんですよ。大阪も拠点ですもんね、はい、大阪も拠点にしてるので、大切にしてますもんね、大師走東、大師走西、あとバージン、ウエスト、はい、バージンイーストっていうのがあって、うわー、喋ってる時にバージンエストやばいって、マジでやばいんです、それは。エストイーストやわ、イーをエストって呼んだんですよ、エスト言った瞬間に、ね、後ろからもうマイク入ってるかのごとくイーストやわって言って、いや、よかったよ、ガミさんで、すいませんみたいな感じで終わりましたもんね。びっくりした、いや、エスト、エスト恥ずかったな。でもそれこそその時まだ10代とかでした、初めて1年目びっくりした。でも多分それぐらいから、あのね、ちゃんとね、英語表記の、ま、意外と私うち英語表記多いやん、多いですね、めちゃくちゃ、あのタイトルとかで英語と見せかけてスペイン語もあるやん、うん、ありますよね、はい、この人ね、いちいちちゃんとね、あのね、振り仮名振ってあるんですよ全部もう絶対読めるだろうみたいなやつも、その1回のミスがあってから一旦全部キリさんに確認して、で発音も含めて、そう、キリさんはあの帰国子女なんでね、英語ペラペラなんで、ペラペラなので、ちゃんとカタカナで合ってるかも分からないやつ書いて、ビビるわと
でもそれ絡みで言ったら、あ、しまったっていうの一個あって、はい、場外カウントあるじゃないですか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、テン。で、そっから11、12、30、40ってなってくんですけど、はい、今は10からしか言わないんですけど、最初の頃1からずっとトミーさんのことと一緒に言ってたんですよ、うんうん、アナウンスで、うん、で、1、2、3、4、5、6、7、うん、9、10、うん、で、11が出てこなくてちょっとむずいじゃないですか、11と12って。え？いや、わかり、絶対わかる人いると思うんですけど、わかれへん。11と12ってちょっとイレギュラーじゃないですか。13、14、15は分かるんですよ。11と12だけはイレギュラーなんですよ、私の中で。このウェーブ入って初めて覚えたんですよ、この呼び名を。で、とっさに出てこなくて、今めっちゃドン引きしてるから9、10、その後出てこないから普通に11、12って言った時1回だけあって、ダッサ、恥ずかった。その後すぐキリさんに報告したもん。すいません、自分11出てこなかったっすって。で、30からちゃんと戻ったんすよ。だから多分聞いてる人は、戻ったってなったと思う。いやもう十何年前っすよ、ガイさん。私ね、十何年前。ジャパン女子の一番最終試合、はい、解散の試合。何年 ?1990 何年かですよ。はい、の1月26日かな、はい、の熊谷市体育館で、埼玉県の熊谷市体育館、はいはい、私対、キャロル緑やったんですよ、はい、で同期対決でシングルで、はい、場外カウントアウトやったんですよ、最終的に、はいはい、決着が、はい、その後5分間延長やったんやけど、その時に8、9、10、11混ざった。あ、違う、11、12ってバーって言ってて、で、19、14、12ってもっと戻って12マジック、と思って、それ千葉君が12って戻って、戻ったと思って、いやこれ何で、カン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 ってなって、あ、終わってんや、よかったと思って、12って何みたいな、20が12になっちゃう、ね、20がね、12ってそう、本人たちちゃんと聞こえてるんすね。聞こえてるよ、聞こえてるよ。まあそうか、そらそうか、計算してるもん、ちゃんと聞いてないと入れないですもんね、うんうんうん、勝てないですもんね。いや、あれビビったわ。まあだからそういうちょいミスはやっぱちょいちょいありますよ。キリさんも一個もう大ミスありますから。あ、そう、はい、キリさんは本当ミスをごまかすの上手すぎて誰も気づかないですけど、ミスごまかすの上手い人は世当たり上手ですよ。そうなんですよ、うん、だからでも隣で聞いてるとまたミスったなって思って、キリさんもヘラヘラしてんすけど、あ、そうなんや、あんねんやそんなことミスってんの前1回とか言って、そんな大したあれじゃないですけど、うちらから言わせると、まあ、ミスっていうか、アナウンスミスみたいなところとか あったりしますけど、よかったね、うちまだ英語だけでね、あんまないもんね。マリー来てた時はやばかったけど、あー、そうですね、スパニッシュね、ああいうのはちょっと無理っすね。えブッチャーさん来た時あったじゃないですか、それこそ、うんうんうん、あれもブッチャーさんが一人でマイク持ち始めてめっちゃ歌ったじゃないですか、うん、多分自分の誕生日かなんかでハッピーバースデーの歌を歌い始めたんですよね。あ、ウェーブが1周年だからか、2周年か、うん、初めての後楽園、初めての後楽園時に、うん、おめでとうみたいな曲歌ってるんですけど、うん、キリさんは英語わかるから何言ってるかわかってて、でもなんか通訳しないんですよ、その後も。結局お客さんに対して、うん、なんかおめでとうって言ってますみたいな、自分だけすげえちゃんと分かってる、理解して後ですげえ全部説明してくれて、え、めっちゃいいこと言ってるじゃないですか。あ、そうなの、え、なんとなく分かるやん、おめでとうやろいや、まあまあそう、そうですね、そうかするともうおめでとうなんですよ。おめでとうやろ、めちゃくちゃ懐かしい曲流れてる。そう、はい、これエンディング曲。あ、これがエンディングなんですか。これファーストアルバムですよ。うん、いいですよね。そう、これがあとで4分喋れる。あ、なんか告知しとくよ、あんた。あ、告知させてください。まあいろいろちょっとイベント出させてもらったりとかいろいろしてるんですけども、うん、そんな中でもうたびたび話が出てキリさんと、はい、仕事したものがありましてですね、はいはい、橋場運送、運送会社の橋場というところのウェブ CM 企業PV みたいなやつに私で女優としてしっかりと出させていただいて、主演という形で出させていただいておりまして、その主題歌をキリさんが歌ってるっていう、
女優としてのコラボがありましてですね、プロレットはまた別のところであのきっちりこう、うん、あのやっとお仕事ができたようなもうめちゃくちゃ宝物のような作品なのでぜひとも皆さん YouTube で見れますので、な何って何って言うたらいいですね、スペシャルムービーつなぐとか、でも私のツイッターのトップにまだ載ってるので、あそうなん固定にしてますので、なんかガミさん見てくださいマジでめっちゃいいっすよ曲、私あじゃあこんなんやってんやで YouTube のチャンネル開いてんけど、はい、後で見ようって思ったそっから見てないですよね、だからぜひ、あそうこれこれ、あそうそうそう、野田くんがなんかブサイクな顔して泣いてるから後でいっかと思った意欲をなくしちゃった、意欲半減した、あこれ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 ほら泣いてるからなんかうっせーわブスーと思って、いやいいです、ちょうどいいのよこれぐらいが、旦那役の方と一緒にね、すごい素敵なムービーとなっておりますので、ブス得やなこれ、いやブス得、そう本当ブス得です、あとキリさんの曲も本当に素敵なので、はい皆さんぜひともこちらウェブの方は特に見てほしいですね、見てほしいですね、はい、これちょっとじゃあ拡散しよう、ちょっとお願いしますマジで、よろしくお願いします、こんなさい新婚夫婦の時はねなんて、ここからしなくなるの、そうやろ、しなくなるって過程を見せてくれる、あそうやね、それ違うんですよね、絶対せえへん、うちのお父さんとお母さんこんなんやってるの見たことないいやそれはなかなかないでしょ、もうないよっていうようなムービーでございますので、ぜひとも見てください。よろしくお願いします。女優姿見てください。いろいろやってんのね。いろいろやっております。うちはもう YouTube ね、全然起動してないです。最近そうっすよね。じゃあもう配信やってるから。あ、そっかそっか。そう、あ、配信、あの、この間の、あの、アホみたいな試合の配信は、28日まで、カンフェティさんの方でやってるんで、そううちねアーカイブ2週間なんですよ、2週間にしてるの、あのねほんま1ヶ月でいけんねんけど、それやりすぎかなと思って、2週間見れるんで、あの3500円でちょっと高いんですけど、もうなんかねお酒も飲めないということなので世の中、はい、禁酒法が出るみたいなんで、お茶を飲みながらあのアホな試合を、あのできればね牛乳を含んで見てほしい、あ面白い、それ面白いですね、もう絶対面白いで、服で家でそれやってほしいですね、家でやってほしいよね、あれ絶対面白い、面白い、めっちゃ笑ったわ、いや面白かったですね、あれ面白かった、本当に基本やっぱずっと面白いですよ、キャッチ始まったらやっぱちょっとね、そう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 、真面目な試合が増えるっていうのもなんかあれですけど、普通なんですけど普通に戻る、そうそうそう、今まで夢の中やったみたいな、そうそうそう、冷めたかのように暑い夏なのでね、もう、はい、アホな試合はもうあと 2,3 試合なんでね、はい、皆さんこの時をもう存分アホを過ごしてください、はい、過ごしてください、今年のキャッチウェーブ誰が波音になるのか楽しみですね、お前な、いやわかんないですよ本当、今のウェーブのこのわかんなんていうんですか、わかります、誰が言っていいか分かれへん、そうなんか一強じゃないじゃないですか、今誰かが一番強いとかでもないじゃないですか、みんなが弱いよねいやそんなことは言わないですけど、みんながアホよ、じゃあみんながアホよ、ね、アホはアホです、アホぜひアホ並みとかやったらいいですか、アホ女とかやったらいいですか、アホ女ナンバーワン、あもうそろそろ終わるぞ、はいわかりました、はい、では本日煮え切らない木曜日投げっぱなし、これからジオウェーブだ、ゲストは野中美智子がお送りしました、ありがとうございました、また来週よろしくお願いします、さよなら、おやすみなさい。